皆さんこんばんは。HKT48 の市村えりです。本日も私のラジオ番組、市村ジオが始まりました。ということで、今回の市村ジオは63回目となります。で、夏のコンサートまでは1ヶ月を切りました。わあ、もうす、ええー、でもなんか結構早い段階でね、リハとかもしてたんで、そう、まだよねってちょっと思ってたけど、意外と1ヶ月切ってるし、葵さんがもうここで卒業しちゃうっていうのはね、考えられないですけど、ね、1期生さんがもういなくなるってことですからね、ちょっと、寂しい気持ちもすごいありますけど、まあそのコンサート、お昼、夜ありますから、ね、コンサートに向けてちょっと頑張っていかなくちゃなと思っております。で、今週末、どうですか？リハ？ああ、コンサートリハ。そうですね。今回のコンサートは、やっぱ、なんて言うんだろうな。やっぱ、葵さん、の卒コン、夜はね、卒コンっていうこともあったりして、やっぱり結構踊りますね。今までのコンサートのセトリには入ってないような曲もやったりするし、あと、そうだな。で、ファンの方も楽しめそうだなとは、思ってるんで、なんかまた新しい感じのライブをね、こうお届けできたらいいなって思ってますね。ダンスもたくさんみんな練習してるんで、そう、たくさん踊って、たくさんはしゃいで、夏らしい。昼はね、ほんと夏らしいライブをこう、お届けできそうな感じがしてるんで、私たちもちょっとまだね、なんかどうなるんだろうっていうところもあるから、そう、そこもちょっとワクワクしてますけど、なんかみんなで楽しめそうなライブだなって思ってます。引き続きちょっと、そうそう。内容。そうですね。内容、セトリアね。またちょっと斬新じゃないけど、なんて言うんだろう。いつもとはまたちょっと違うなーっていう。まあ、そうね。ライブでもだから終わってからの、なんか感想というか、まあ、終わってからまた、ね、みんなと話したいですね。そういうのも。コンサートのことについてはね。まあ、じゃ楽しみにしててください。で、今週末が、ホークス。勝手に応援団っていう、勝手にホークス応援団ですね。が吉本であるんで、2回目ですね、私は。出させていただくので、ちょっとホークストークをね、できるのを楽しみに。で、ぜひ見に来てください。できますか？ホークストーク、できます。でもね、結構ね、球場見に行ってて、私。わりかしね、今年結構見に行ってる。まあ、というのもね、やっぱエミリーさんとかと、仲良くさせていただいてるんですけど、一緒に行ったりとか、結構メンバー一緒に行ってね、そう。普通に私一人でも行きたいなって思うぐらい、球場で見るのがやっぱ好きですね。だから、で、まあ、鍋さん、のぼせもんの鍋さんとか、まあ、ホークスのお仕事されてると思うし、そことか、やっぱディコピさんもそうだし、あと、大場美奈ちゃんからも、美奈ちゃんとも私仲いいので、結構ね、ホークス付きの、ホークス関連の情報を常日頃いただいてるんですよ。そういう身近な方々から。そう。結構だから強いと思います。そう、大場美奈ちゃんの情報はやっぱ石川選手から来てますから。
そうそうそう。だから、ちょっとね、すごい。しかも、まあ、ちょっとこれ、初出し情報ではあるんですけど、いいのかな？でも他で言うのもちょっとや、あれやな。いや、どうだろう。ここで言うかな。いや、やめとこう。ここの勝手にホークス応援団にを。そうね。まあ、ぜひこれ、この情報が気になる方は 見に来てください。はい。では、タイトルコールに行ってみましょう。市村ありの市村ジオ。改めて皆さんこんばんは、 HKT48 の市村愛理です。本日も私のラジオ番組市村ラジオが始まりました。はい、じゃあ早速ふつおたを読ませていただきます。ラジオネームのぐっちゃんさんからです。愛知黒木さんこんばんは。こんばんは。愛知に質問してしまうことが若干申し訳ないんですが、僕はすでに7月にある夏コンの愛知のグッズ、うちわとアクリルキーホルダーを申し込んでいるんですが、そこで今回このデザインにしたことを教えてください。去年のコンサートうちわも新衣装で気に入っているんですが、今回は裏の村民が特に感動してしまいました。愛知が考えたんだと思うので、このデザインにした苦労話とかありましたら教えてください。そうですね。ちょっと、グッズね、申し込んでくださったっていう、ありがとうございます。リスナーさんの中でもね、グッズ買ったよっていう方いたら本当にね、嬉しいんですけれども、うちわの裏、村民じゃなく村長ですね。多分、村長っていうのに、私はしました。今回、なんか、あれかな？自分のニックネームとか、あとなんか、なんだろうな。なんか自分でね、そこに、文字を、そう、入れれるっていうことって、私はいつも愛知とかにするところを、今回は村長ということにさせていただいて、そう、なんか、おしめセットみたいなグッズがね、多分前に、この前、発売されたと思うんですけど、その時にもね、アクリルうちわみたいな、アクリルペンライトか。ペンライトとか、トートバッグとか、あとなんか、ポーチとか、それが一気にまとまったセットのグッズが販売されたんですよ。で、その時のペンライトが、村民にしたんですね。文字をね。そう。だから、なんか、そこを村民にしたんで、まあ、次はちょっと今回初めて村長のうちわをね、作ってみたいなって思ったんで、そう、そこは、そういう理由で村長にしました。なんか、いつもファンの方のうちわ見ても、愛知とか、愛理とか、漢字で愛理とか、そう、まあ、ひらがなで愛理とか、まあ、そう、そういう感じが多かったんで、村長っていううちはあんま作ってる人見かけたことが少なかったから、そう、このうちわを持って、コンサートとかね、来てほしいなっていう、まあ、ライブとかに来てほしいなって思って、それにしました。なんか、黒髪の、ショートカットの、なんか、イラストにしたんですけど、髪の毛もう染まってるっていうね そう。だいぶ前にね、多分、そっか、それが、ちょっと待って、それが前回のやつですよね、新衣装。去年のコンサートうちわが、多分それで、今回は、そうね。ちょっと待ってね、ごっちゃになってるわ、情報が。村民だっけ？グッズ、ちょっと待ってね。HKT のグッズですよね。新しいやつよね。ちょっと待って、村民にしたっけ、アイリ。もしかして。
ちょっと待ってください。モーメンにしたっけか？春のコンサート。あれ？春のコンサートじゃないもんね。夏のコンサート。あるかな？裏出なくないっすですか？裏出んのかな？これ。これね。これ愛知じゃない？何のやつ？村長ってしたのは前回のやつです。あ、そうだね、これ多分。春のコンサートのやつのことなのかな、うちやは。かも。そうですね。で、推しメングッズのセットのアクリルペンライトは村民にしました。そうそう。まあ、だから、今回の夏のコンサートは、ちょっとポップなね、デザインになってて。で、新衣装みたい。新衣装ではない。昔の衣装です。ピンクのやつで、私は髪も染まってます。初めて染まってる、写真の愛知で、後ろも愛知ね。こちらもまあ、ちょっと、そうね、ちょっとごっちゃになっちゃったんですけど、ぜひゲットしていただけたらなと思います。では、次いきます。ラジオネーム、こうちゃんまんさんからです。愛知黒木さん、こんばんち、こんばんち。久々にお便り書きました。最近僕は一人プチ旅行にハマってます。直近で行ったのは大分の湯布院で車で行って、温泉や足湯に入ったり、映えスポットや食べ歩きの観光をしたりと、日帰りできる範囲で満喫しています。福岡からなら佐賀や長崎だと電車でも行きやすいし、自然豊かなところや美味しい食べ物もたくさんあっておすすめなので、時間があるときにでもプチ旅行をしてみてほしいです。ここで質問なのですが、愛知黒木さんが行ったことある九州県内のおすすめの場所や行ってみたい場所があれば教えてほしいです。そうだな。私は大分とか、ディナがね、案内してくれて、ディナの出身地、大分。ねえ、みんな、ちょっと、遊びに、ディノと、アイリと、ディナで、だいぶ前なんですけど、まあ、遊びに、大分に遊びに行って、なんか、ウミタマゴっていう水族館とか行ったり、すごい、めっちゃね、広くて、すごい楽しかったですね。いろんな生き物いたし、ひょうたん温泉みたいなとこも行った気がする。砂風呂みたいなとこがあって、すごいお風呂も種類がいっぱいあったし、大分いいなーってやっぱ思いますね。湯布院はまだ行ったことないんで、そう、行ってみたいですね。おすすめ。黒木さんもあります？九州ね。やっぱ JR とかよ。そっか。長崎の島原。ああ、いいですね。いいですね。うわー、でも行ったことない、長崎。いいですね。長崎とか佐賀とか宮崎とか。まあちょっと、行ったことない。熊本はね、いおりとひじりとちょっとお出かけとかしたことあるんだけど、まだね、長崎とかもハウステンボス以外行ったことないんで、ちょっとそうそう、観光はしてみたいなとは、思ってますね。ぜひ、教えていただきたいです。長崎。まあ、中華街とかもある、ちょっとしたね、中華街もあるらしいし、行ってみたいです。休みが欲しいな、ちょっと。違うんですよ。休みあるんだけど、直前にならないとあんまりわかんないじゃないですか。やっぱ職業から仕方ない部分であるんですけど、いや、1ヶ月後とかのね、スケジュールとかわかんないね。予定がちょっと組みづらいっていう。いや、休みいりません。休みいりません、もう。いやもう、ちょっとね、なんかね、遠出したくなんだよね。なんか、なんだろう、リフレッシュしたくなりますね、やっぱ。でもまあ、夏はちょっと暑いんでね、日焼けしたくないし、家に
結局困っちゃうんだろうなとは思ってます。はい、まあちょっとおすすめ引き続き教えてください。ということで本日の一部ラジオもよろしくお願いします。48トットートチャンネルをキーステーションに配信中、市村愛理の市村ラジオ。HKT48 の馬場彩香です。サガーズとうとう一人になっちゃいました。でも元気に楽しく喋ってます。サガーズのお部屋、毎週水曜22時に HKT48 トットートチャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。HKT48 の石橋いぶきです。竹本くるみです。いぶくるの休み時間、興味密着はくるみです。毎週木曜日22時に HKT48 ドットオートチャンネルで配信中。はぁ、今日も疲れたって思ったそこのあなた、私たちのラジオで癒されちゃいましょう。市村愛理の市村ラジオ。それではここからはこちらのコーナーに行きましょう。継続は力なり、私のルール。私市村愛理は現在ショールームと呼ばれるライブ配信サービスを連続配信中なのですが、いつの間にかねすごい日数になり、いろんな経験をさせていただいております。どんなことも継続することで力になるということで、リスナーの皆さんから自分が続けていることや自分ルールを募集したいと思います。なんかショールーム多分6月末で4年4周年になると思います。だから記念配信とかも多分できるのかなって思ってるんで、そう、もう4年になるんだなっていう、すごいね。いや、続いてますね。ほんと。まあでも日数とか、まあ、ここまで来ると別に気にしてないというか、そういう節目節目になると、まあすごってはなるけど、そう、普段はなんか別に、なんか、すごいなとはあんま思わないんですけど。ね、だからやっぱ継続することって、で、習慣づくと、習慣でそういうことね、こう、してると、当たり前になってくるというか、ね、それが、やっぱ、普通になってくるよねっていうのは、ありますね。まあ、じゃあちょっとルール、皆さんのお便り読んでいきます。ラジオネーム、じゅんさんからです。私がずっと継続しているルールは、運転手さんの名前を書く、です。私は長崎県長崎市に住んでおり、よく路面電車や路線バスを使ってますが、その運転手さんの名前を書くのが私の日課になっております。乗車した運転手さんの書き取りを現在までで12年も継続しています。中には200回近く乗車した運転手さんもおり、その方と話すのも楽しみになったりします。この運転手さんの名前を書くことで私のイライラを軽減しています。すごい、そんな人いるの？運転手マニア。すごい。なんか、まあでも、そうね。運転手、私もね、高校の時、バスを利用して学校に通ってたんです。だから、毎朝とか、まあ、帰りもね、バス使ってたけど、あ、今日はこの人だ、とか、なんかやっぱ分かるように、3年間もね、同じバス乗ってたら、分かるようになったっていうか、なんか、やっぱバスの運転手さんによって、話し方とか、なんかトーンとか、速さとか違うし、で、あ、この人ちょっと癖強いなっていう人もいるんですよ、中には。そう。なんか語尾が、ちょっと癖入ってんな、みたいな人とか、バスの運転手さんって本当にいろんなね、女性の方もいらっしゃるけど、もうね、若い人とか、結構、上の方とか、
まあ、いろいろな方が運転されてたりするから、そう、意外と毎朝乗ってたりするとね、わかります。私も結構、この人だとか。でも、名前をこうし、なんていうの？知ろうとは思ったことがなかったんで、びっくりしましたね。そういう方もいるんですね。ちょっと、次からバス乗るとき、見てみます。名前を一旦、ちょっとチェックしてみようかな。名前は、ついてんのかな？なんか、名札とかついてんの？どこで見んのかもわかんない。こう、ちょっと、教えてください。詳細を。ぜひね、また送ってください。では、続いていきます。ラジオネーム、ピスさんからです。村長黒木さん、こんばんは。お疲れ様です。継続していることは、遠征とかで飛行機、新幹線乗るときは絶対に窓側に座ることです。関係のない話なのですが、先輩を差し置いて窓側に座った後輩がいると聞きました。その後輩は移動ですやすや眠れたとかなんとか。休息は大事ですもんね。先輩も優しくてよかったですね。それでは、梅雨が明ければ一気に夏なので、体力蓄えて今年の夏も駆け抜けましょう。もういじるな、いじるな。え、そんな後輩いるんだね。ごい、ほんと。普通いないね。普通いないよ。そんな後輩いない。私、そんな後輩いたらちょっと呼び出してるかも。本当に。いや、びっくりだよね。まさかそういう人がいるんですよ。グループ内に。いやー、衝撃的事実よね。誰なんだかも。ほんと、勘弁してほしいね。はい、じゃあ次は、ラジオネーム、ケイジさんからです。はい、こんにちはち、こんにちはち、私のマイルールを紹介します。それは、大事な仕事の朝はいつもより早起きしてカフェでモーニングをしてから仕事に向かうことです。これをすることによっていつもより、いつもより頭が冴え仕事もうまくいきます。一種のルーティンみたいなものです。エッチは大事な仕事の前のルーティンありますか？あれば教えてください。そうね。仕事の前のルーティン。念入りにスキンケアをするとかかな。なんだろう。大事な日の前、面々撮影の前とか、大事な撮影の前とかはやっぱパックをしっかりして、で、念入りに、なんか、やっぱスキンケアしっかりするかなと、なんだろう。ルーティンじゃないな、でもこれはルーティンじゃないことだけど、この方も大事な日の朝は、なんか、カフェを、でモーニングして仕事に向かうって言ってたけど、私も、最終オーディション、HKT の最終オーディションの、朝は、まあ、福岡でね、朝はお母さんと、まあ、めっちゃ早朝に、米田コーヒーで、食べてから、ご飯食べてから、最終審査に行きました。私、モーニングとか、行ったことなかったな、あんまり。だから、いつもと違うことしちゃって、なんか、余計緊張しました。いつもと違うことはしない方がいいよ、みんなでも。そう、緊張してダンス審査とか踊れなかったしね、全然。まあ、それは関係ないと思うけど、もともと踊れなかったとは思うんですけど。まあ、その、大事な日これするといいみたいな自分の中でね、まあ、そういうのあるとは思うんで、まあ、ぜひちょっと、なんだろう、みんなの多分いろんなルーティーンあると思うんで、変わったルーティーンとかね、ぜひ、もしあったら教えていただきたいなって思います。はい、皆さんありがとうございました。以上、私のルールでした。HKT48 の地頭 NM です。地頭 NM の命名聞いてよラジオエボリューション。ラジオの字は地頭への字です。毎週金曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。ハッシュタグミネラジでもつぶやいてね。HKT48 の北川ひいろです。
北川ヒーローのアンビシャスヒーロー、一人で頑張って喋ってます。変なことを話していないか心配です。毎週土曜日22時に HKT48 トットーツチャンネルで配信中。皆さんぜひ聞いてください。HKT48 の時田智香です。ハッシュタグもかの音ファーストトーク、いろいろ喋ってます。ここでしか聞けないことも喋っちゃってるかも。毎週月曜日22時に HKT48 トットーツチャンネルで配信中。みんなからのお便り待ってます。市村愛理の市村ラジオ。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。はい、市村ラジオ63回目の、まあ、エンディングとなります。いやー、ほんと毎日があっという間っていうか、もうなんか7月になっちゃうんですね。本当にもうすぐそこまで迫ってますよ。もうね、いろいろバタバタしててね、最近というかやることがわりかし多かったかな。6月もやっぱそのフェスもあり、コンサートリハもあり、劇場公演ももちろんあって、会場でおしゃべり会もあって、いろいろちょっとバタバタしてたので、まぁ、あ、ちょっと夏7月入るまでに、一旦ちょっと、こう、なんていうんだな、いろいろなこと整理して、うん、7月に入りたいな、と、思いますね。やっぱ、物とか、ちょっと断捨離もね、してるんで、私やっぱ夏になるからさ、もうちょっと、いらないものとかもこの際、やっぱ、季節の変わり目っていうことなんで、もう、したいなって、こう、片付けというか、整理整頓したいなって思ってて、そう、だから一旦ひとまずちょっと、落ち着いたらしようと思ってたから、うん。コンサートリハもまあ終わりましたし、ちょっと一旦ね、まあコンサートは終わってないんで、まだまだちょっと気は抜けないんですけれども、うん。あの、時間があるときに、そういう整理整頓をしたいなと思っております。はい。ということで、番組の感想やお便り企画は、番組専用の Google フォームから送ってください。また、SNS でつぶやく際は、ハッシュタグ、いちむラジオでつぶやいてもらえたら嬉しいです。聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。それではまた来週火曜日にお会いしましょう。バイバーイ。今日もよく頑張りました。また明日も一緒に頑張ろうね。